逆転裁判3男女2人で実況プレイ。オッケー、オッケー。じゃあ移動しましょうか。移動しようか。じゃあ地下、地下行きましょう。かかかかかか。さあ名探偵。おーなんかおー、明らかに怪しいの顔してますね。いろいろね。某時刻、高菱や地下倉庫。はい。なんだ来ても不気味なところだね。ちょっと寒気がするよ。よし、クーラーが入ってるからな。美術品を管理するためだろうね。来たよ。おお、これはおかめさんっぽいね。やーれ我が混沌の宴へようこそ。おかめさんっぽかったやん。いやだってあれでもできるだろうこんな。だだだだだだやーれって。はなはな。大したもてなしもできませぬがどうぞごゆるりと。こいつ目おかしない？目おかしい。目どうなってんのそれ。挟んでるんや。挟んでんだね。目でね。なんかあるやんね。ま、目のちょっとこの二重の部分で挟むやつおるやん。え、眉毛じゃないあれ挟んでんの。眉毛挟んでんのすごい。あ、眉毛だよ。え、なんだっけあれ。曲。あ、なんだっけ虫眼鏡だ。虫眼鏡。そう。さあ行きましょう。ほれ。あ、あの、あなた様は。し、黙って。目でかっ。これまたすごいキャラ来たくね。新しいキャラ。クックックック、どうやら見えたようですな。はいはいはい。な、何ですか。ズバーリ美しい喫水入りが悪いささやく真実。真実、事実だったかな。あなた方は弁護士とおそらく霊媒師、それも犯人前の。これウソップか。ウソップだ。あのタイトルのね。オッケーオッケー。違いますから。いやー、どうして分かったんですか。うんうんうん。どうしてそんな問いに何の意味がありましょうや。ありましょうや。我らはあえかなる時の流れを旅する 歌方の夢のごとし。おお、合いそうな感じやな。うん、何言ってるか全然分かんないよ。なるほどくん。さあ、あれ公的主に名乗りを上げるのは紳士の第一条件、はい、申し遅れました。我が名は欲しいだけ愛が、欲しいだけ愛が、愛が欲しいだけ。うん、愛が欲しいんだこの人。欲しいだけ愛が。めっちゃええ名前やん。愛がさん、何こいつ全然覚えてない。名探偵です。ははあ、ダメだよ、なるほどくん。ここはかわしておかないと。オッケーオッケーオッケー。なるほど、龍一ですね。名弁護士です。名弁護士。私、綾里真由です。命令媒師でおなじみの。私は、綾里晴美と申します。真由様の、名いとこで、名媒師の、名卵です。名卵。よろしい。さあ、これより、ゲームをスタートしようではありませんか。ゲームときたか。はい。変なやつ来ましたね。変身来たぞ。一回またセーブしましょうか。一回セーブします。 OK です。はい、では話しましょうか。はい、名探偵についてトン。こいつじわるな。なんかこいつはね、あの、そんなに名探偵なんですか。聞くそれな。あ、新しいモーション来た。これはしたり名弁護士殿、あ、弁護士殿、ユーモアのセンスが終わりだ。こいつ顎割れてしまう。こいつおかしいだろ。やばいな。名探偵アイガの名を知らぬ者がまだこの町に残されていたとは。おお、もうスチールが用意されているぞ。名探偵欲しいだけアイガ、そして怪人仮面マスク。好き。町は今この二大巨人の一騎打ちに、そう、釘付けなのだ。え、なにこれ、何やったっけ。なんだ、何やったっけこれ。リミア、なんとか、もう、読めない、忘れた、悔しい。まあいいや、はい。しかも二つ目もわからへん、俺。読めない。全部読めへん。なんだ、テートを包む、よいか?そうやな。決闘の。段かなあれ。段やんな。右段だよね。段だけどさ、糸変でしょ。糸に段。段の糸ってどういうこと。段が糸出てきてる。うん。とりあえずなんか開いたみたいな。開く、うん。とりあえず開いてみたんで。読めない。悔しいね。悔しい。おん。
読めない字も全然わかんないよ、なるほどくん。読めないっていうのおかしいよね、ほんで。確かに。聞いてるよね、今。聞いてるわ、確かに確かに。おかしいおかしい。これ完全的に。うちらに対してね。そうやな。我は仮面マスクの2回目の犯行から、独自の調査を開始しました。はいはい、2回目のマスク張り替えね、うん、彼の手口を推理して前回の犯行で栄光を我が手に、うん、奴の獲物メジーナ夫人像を、うんうん、犯行現場にて取り戻したのです。はい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 。たった一人であの壁マスクから、うん、この肉体派の脳みそと頭脳派の腕っぷしで逆逆逆な、うん、ニュースでもやってたよ、街のすごいやつのコーナーで、うんうん、美術館の人からすごい宝石をもらったんだって、うんうんうん、それが今光ってるから。おー、なるほど、うん、アイガの取り戻した獲物に比べれば安いものですよ。はいはいはい、はい、自慢するだけのことはあるってわけか。 OK、 なるほど。怪人について、はい、はい、怪人のこと聞かせてください。あの手短に我が生涯の公敵主にしてライバル、そういったところですかな。昨夜もこのデパートにて決闘の火花を散らしたわけです。はい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 、なるほど。で、ちょっと待ってください、うん、あなたここにいたんですか、昨夜この高菱屋に。そうやね、うん、当然仮面マスクの行くところ、アイガの罠が華麗に牙を剥く。はい、そして華麗に取り逃したわけか。せやね、こいつが電話したんやったっけ、なんか言ってたよね。じゃない、多分なんかちょっと今取られましたって言われてたよね。そうなのかな今回このアイガ敵に鼻を持たせてやったわけだな昨夜のこと詳しく聞いた方がいいかな。 OK、 事件当夜のこと、はい、あの昨夜のこと聞かせてもらえますか。良いでしょう、名物同士隠し事は良くないですからね、うん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 、名探偵の名って名物のことだったなるほどね、名物探偵、我が名探偵が警備の依頼を受けたのは今から20日前。20日前えらい前やね、うん、怪人の告状が届く10日ほど前のこと。うん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 、え、予告状が来る前から警備を頼まれたんですか。うん、我が依頼人は用心深く利口なお嬢さんでした。なるほど、あの人か、うん、キリオさんかな。かな、うん、キリオさんか。警備を始めてから10日後、彼女の悪い予感が当たった。はい、予告状が届いたんですね。我が名探偵はこの倉庫に罠を張った。はい、そしてただ一人怪人を待ったのです。通りってどうして警察に知らせなかったんですか。ナンセンスですな、霊媒師殿、無能の輩に何ができます無能の輩自分だって結局逃げられたくせに我は常に人前に姿は見せず隠れているのです、うん、隠れている。さよう、張り込んでいる刑事もこの名探偵の存在は知らぬはず。はいはい、敵を欺くには身がながら、これはアイガが考えた言葉です、うん、それで昨夜のことなんですけど、このアイガはこの地下倉庫に身を潜めて奴を待っていたはいはいはい、はい、やっと来たやっと来た。昨夜あの大きな扉を通った者はいなかった。便器があるね、気になるね、あれ気になるね、うん、あの扉通った者はいなかった、うん、オッケー。それなのに壺は切れてしまったのです。はい、そんなバカな、一体どうやって。どうやって、ナンセンスですな、弁護士殿。はい、それが分かっていればこんなところにいる意味はなし開き直ってはるで、うん、胸を張って言うことかよ。つまり昨夜あの扉を誰も通っていないのに、うんうん、そこの中から壺は消え失せたということですね、うん、そんなバカな名探偵ハミちゃん。なあ、名探偵ハミちゃんやったら確かに、まあ、ハミちゃん名探偵すぎる。これ突きつけるをやったらいいかな。あ、予告状行ってみようか。予告状でもこいつ知ってんのかな、言っていいのかな。だって来たんやろ。あ、そっか、うん、ポン。怪人の予告状、エンブレムがプリントされているんですよね。キラン、ムー、さすが我が公的主にしてライバルそうなんや、そのような極秘情報をキャッチしてるとは。まあ、名弁護士と名霊媒師と名卵の名いとこですから押すね、そこしっかりと。この愛がどうやらあなた方を気に入りそうですぞ。ほう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 、なんかいいことあるのかそれって気に入られてってこと。てんてんてん、どうやら弁護士殿、うん、あなた方は
真剣に怪人を追ってるとお見受けした。意外にあれ、ミスタン大正解やったんちゃう、これ。なあ。いやー、別にそれほどでも。そうなんです。私たち、何としても壺を見つけ出すつもりですから。うん。よろしい。あなた方を信用して、我は他の場所を調査します。はい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 。何か見つけたら、我が事務所へ参るが良いでしょう。事務所案内してくれた。誉れ高き地上の楽園、愛が探偵事務所へ。地上の楽園。地上の楽園。それでは、あとは頼みましたぞ、弁護士殿。キラーン。去ってった、去ってった。すごい自慢してたよな、ルビーは。いや、ちょっと。行ってしまわれましたね。困るな、あと頼まれても。まいいじゃない、なるほどくん。うん。探偵さんの気が変わらないうちに、調べまくっちゃおうよ。あどりたくて、え、ある探偵さんの事務所にも連れて行ってくださいね。まさかのひらがなだったな。じゃあ、うん、調べますか。調べちゃえ。一番、まずここ気になりまくりまくってます、私、ね。そう、なんだっけ、名前、七支刀です。七支刀。唐辛子じゃないよ。これすごいよね。七支刀とか言ったっけ。唐辛子。うん、七味唐辛子って言ってないのか。七支刀ってね。うん、どうぞ。あ、俺や。そう。七支刀。七つに枝分かれした刀だからね。お、結構重いぞ。重いらしいです。うん、なるほど。はいはいはい。一月で7回痛いか。大ヒット商品になるかも。その発想はなかったな。確かに。あの、普通にしちゃった。ごめん。はいはいはい。はにょ、私それより気になるのですけど。ほほう、今日は咲いているレハミちゃん。この刀の指輪は京子様が持ってましたよね。その通り。そして折れてるね、どう見ても。あ、頭切れますね、ハミちゃん、本当に。それに昨夜は刀は曲がっていませんでした。その通りです。確かに。やるね、ハミちゃん、さすが霊媒師の名卵。この刀が曲がったということは、昨夜こいつは使われたということになる。うん。あ、もしかしたらあれじゃないかな。うん。愛が探偵が仮面マスクを思い切って殴ったとか。ほう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 。こんな感じで。殴らんといて。いてぇ、何するんだよ。どう、ハミちゃん。どうって。先ほどよりちょっと曲がったような気がします。そんな柔らかいの。頭がクラクラする。死ぬぞ。工具の一種、事件前には曲がっておらず、京子像が手にしていた。へ、は、ぇ、い。次。さあ、まあ、こちらは、これです、ね。これです。こちらに行きましょう。これ、なんか箱ですね。箱ですね。オッケー。あそこに捨てられてる粗末な木箱はもしかして、しかもペンキがついてます。ついてるこですね、うん。あ、黒いの壺をしまっておいた箱だ。なるほど。触っちゃダメだよ。犯人の手がかりが残ってるかもしれない。私が一生懸命作ったのに。え、迷いちゃんが作ったの？あの粗末な木箱。ひどい。粗末って言うな。壺はいつも屋敷の廊下に飾ってありましたから、うんうん、ちょうどいい箱がなかったのです。なるほど。自信作だったのにな。仮面マスク一緒に盗んであげればよかったのに。粗末だな、これってなったか。粗末やったよな。これいらんわってなったんでしょう。これは損なうって品位を損なうですね。うん、これペンキ。ペンキ。行きましょう。行こう行こう。これダメだよ、なるほどくん、ペンキなんかこぼしちゃ。しかも見て、あと、あ、なるほどね。要するにあの箱がってことですよね、うん、これは。そうだな。オッケーオッケーオッケー。僕じゃないよ。だって昨夜はなかったもん、こんな派手なシミ。シミ。でもこのペンキもしっかり乾いてますよ、うん、ダメだよ、なるほどくん、乾く前に拭かなくちゃ。ペンキがそんなにすぐ乾くかよ。こぼしてから数日は経ってるみたいな。あ、わかった、京子像はあった場所を隠してたんですね、きっと。なるほどなるほど、オッケーオッケーオッケー。なるほど、で、どいちゃったから見えちゃったみたいな。ここにあったもんね、うん、オッケーオッケー。それにここ言ってくれるかな、うん、何ですか。あ、これね、シミの左下が少し欠けているぞ、うんうん、あれ、本当だ、なんでだろう。 OK、うん、京子像行きましょう。 OK、 かっこいいな、京子様、うちの事務所にも欲しいよね、私の黄金像。うんうんうん、なるほど、法律事務所だぞ、置くなら僕の黄金像だぞ。なんで言い合いしてんだよ。
あよなるほどくん、それより気になるのですけど。それよりって言われてますよどうしたのハミちゃん。ハミちゃんが一番ちゃんと考えてます。京子様の像、ゆうべもあんなところにありましたか。それです、それです。あ、その通り。そうだ、確かゆうべは、確かゆうべはもっと扉が近い場所に立っていたような。ハミちゃんやってます。ハミちゃんやら、うん、難しいですよハミちゃん。そういえばやるね、ハミちゃん。さすが私の名いとこ。うんうんうん。事件があった夜、動かされた黄金像か。オッケー。オッケー。事件当夜、動かされたようだ。はい。よし。あと、なんかあるかな。扉？扉一応調べましょうか。カメラ、扉？これ調べましょう。うん、なるほど。軍、あの大きな扉は何ですか？うん。扉の向こうが倉庫になっているんだ。いろんな大きさの箱がこっちから見えるよ。暗いの壺はあそこにしまってあったんだよね、うんうんうん、入っちゃダメだぞお父さんだな。な入っちゃダメだぞ。一応パソコンのね、データあるかとか、うん、知ってるハミちゃん、パソコンだよこれはあ、パソコン、とても可愛らしい名前ですね。確かに可愛いかもしれない、うん、名前はな、ロボコンみたいな、ね、どうやらあの防犯カメラのデータを管理しているみたいだ、はい、誰かが倉庫に出入りするとあのカメラが写真を撮るんだ。そうですよ。オッケー。探偵さんが仕掛けた罠かもしれませんね、うんうんうん、ちょっとゆうべのデータを調べてみようよ。そうやね、そうやね。カメマスクで映ってるかもしれないじゃん。そ、そうだね、苦手なんだよな機械てん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 。どうですか、なるほどくん、汗びっしょりですけど写真を見る方法がわからない。どんだけ音痴だよ弱いな、なるほどくん、ハイテクにハイテクに。でもカメラのデータはプリントアウトできたよ。できたんかい。 OK、 できたんかいな。お、転んでもただじゃ起きないね、なるほどくん。これによると夕べカメラは1回作動しているみたいだ。なるほど、来たよ。 OK、 午前1時頃、地下倉庫の防犯カメラ1回作動している。よしよしよし。カメラ、じゃあその子入らないんだ。ここね、そう、それすら出ない。これも出ない。分かった分かった。一応上のカメラも見てみて、はい、防犯カメラであの大きな扉と合わせしてね。オッケーオッケー。ここはじゃあこれでオッケーかな、うん、防犯カメラですか。じゃあね、ハミちゃんも映るよ、うん、カメラ。私や犯人、これした方がよろしいのでしょうか犯人を映すカメラがね、凶悪な顔がいいと思うよここでしょうか。やってんねや今やってたけど見してくれんかった一生懸命凶悪な顔をしてるハミちゃんを想像してください。見たかったけど俺よし、じゃ あ移動しましょうか。あれじゃないの、事務所に行くんじゃないの、あいつの。そうやんね。うん、お、電話だ。来た。よし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 。お、なるほどくん、携帯電話鳴ってるよ、うん、ピッ。もしもし、なるほどですけど。うわぁははははは、井戸の攻撃です。なんでそんな怪人みたいな、なんでなんで笑い声を。なあ、伊藤刑事、どうしたんですか。ついにあのクソ探偵に勝ったっす。クソ探偵ついに自分はクソ探偵にひげえな、クソすぎ、言い過ぎじゃないですかやったっす。なんで右左出てくるの解決するとつめないっつと捕まえた、と捕まえたって、もしかして、ほう仮面マスクを逮捕したんですか。マジで、そっす。まより正確に言えば自首してきたっすが。なーにー、仮面マスクが自首。それで人のご刑事さん、くらいのツボは。おう、そのことなんすけど、はてな、ちょっとあんたたち留置所まで来てもらえねっすか。おう、留置所、話があるみたいっす、仮面マスクがあんたに。なーに、なんで、仮面マスクがなるほどくんに。おう、じゃあ待ってるっす。なぜ、なるほど留置なのか。おう、留置所ね、行けって言ってる。行くか、あれ、愛が探偵事務所も行けるよ。でもとりあえず、はい、事務所一回帰って。そうだね、多分道はたくさんあると思う。留置所と愛が探偵事務所。さっき留置所がいい俺。そっち行きましょう。さっき留置所がいい、うん、そうだね、電話で言われたからさっきこっちだな、うん、それで行こう、それで行こう、うん、同日某時刻留置所面会室。はい、ウェルカムス、ようこそ留置所へご機嫌ですね、伊藤刑事。そりゃそうっす、何しろあの仮面マスクどの方。それよりあの壺の方は、うん、お、これはすまねえっす。よくよく考えてみればあんたはそのいわば被害者だったっすな。え、
まあ、とにかく本人の口から話を聞いてほしいっす。出てくるぞ。そうだよ、なるほどくん。出てこんかった。出てこんかったね。引っ張るね。ああ、なんだよ。よく考えたら私たちって被害者じゃない？まあ、ある種ね。お、ってことは？いつも殺人事件だから被害者って言えば死体だと思ったけどさ。すみません。くっそー、なんとしても私たちのツボを。僕のこと無視しないでください。いたー、いたいた。何こいつ。こいついた。私、大トロの次にこの子好きだった。これ可愛い系やな。確か。あ、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。また、Twitter でも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。